こんにちは、コーチングアーツです。今日もテーマに沿って話を進めていきます。かなり広い話だったり深い話だったり高い話だったり低い話だったりいろいろ乱高下してますけども、あえて乱高下することが我々のこう探究の特徴でありますから、まあ、慣れてほしいといえば慣れてほしいですね。そこまで見るの？そんなところまで？え？っていうことは多分あると思います。今の一見のこう常識と言われてもの枠を全部、ね、取っ払うような見方ですから、逆に言うとそういう見方の方がすごく効果的だよということでもあるわけです。出なかったら無駄なことしませんからね、うん、経験上これも慣れです。全部突拍子もない世界から覗く癖、うん、これは、自分の感性を磨くに際してもちろん知識も含めとても有効であります。今日は根底の What is human? 人間とは何ぞやというこの CA の一番根本のテーマにまた一つエッセンスを加える、はい、戦いは進歩の礎である礎、これの続編であります、はい、理路整然と整頓することなんかできないですね。あまりにも普遍的だから、だからせめて戦いということをテーマにいろんな話を振っていきたい。どうつながってるか、じゃあ我々のスポーツだったり、じゃあそれにまつわるコーチング、戦略だ戦術だ訓練だトレーニングだというんだったら、CA とすると指導者ならば、人となりに指導者ならばスポーツという枠なんか全部取っ払って、もっと違った領域で では今日言うところの戦いイコール戦争でいいですよに対してもっと興味と関心と持っていくべきなんじゃないかなと思うんですよ。試合というならば、そんな話の続きであります。初っ端ははい、ここですね。スポーツは疑似戦争である、よく聞きますよね。で、国のために国威発揚だ、散々やってきました。うん、戦後でいうと、まあ冷戦時代なんかもとまさにその真骨頂の時代、じゃあそれで終わりかっていうと当然今も続いているわけですが、過去以上にやっぱりスポーツがビジネス化しているこっちの世界、うん、なのでスポーツは技術戦争であると言いながらも、スポーツはビジネスである、まあ両輪ですよね。まあ戦争はビジネスですから、あ、当然なんですけど同じことではあるんですけど、スポーツは技術戦争、特にこっちを言いたい。 CA の場合は戦争戦いということですから、スポーツは技術戦争であるという中での話題を、いろんな方向から話をしたい。特にはこれも前回話しましたよね。まあ戦争というならば象徴的には戦略戦術そして戦技ですよ。これ意外と皆さん知らない、戦略戦術戦技、少なからずその3層構造で考えたいし、旧来多くはですね、これ戦技にまつわることが多い、あまりにも、うん、しかしこと戦争となるとやはり戦術だったり戦略、こちらの方が非常に優位に立つわけです、考え方として。だからこそ今どうですか、スカウティングとか分析なる分野が随分スポーツ界ではね取り沙汰されてきて、大事な職種として、形成されてますよね。それはまあスポーツがより戦略戦術化、もっと言うと疑似戦争化してくるプロセスなのかなと思ってますけどね。でもあくまでこの分析スカウティングって僕は表層だと思ってます。もうちょっと本源に至る、じゃあその本源ってどこかっていうと、本当に戦士に帰る、戦士とは戦争の歴史に帰る、そこからの英知をどう現代で我々の活動に、じゃあスポーツの試合マッチ選手権というならばそこに具体的に生かしていくのかっていう考え方見方、これはもっと掘り下げていい、前回言いました、その象徴が、戦争史というならば、戦争史というならばやはりユーラシアだし、一番強烈なのが、かつ日本に影響を与えたのが孫子でしたよね。孫子ですから、孫子の兵法みたいな部分、古典で古いですね、一見こうスマートなビジネス家が孫子の兵法を使うなんてよく言うな、そんな本は山ほど出てると思うんですけど、そんな高猛なこと言わずに、今目の前の我々の活動に孫子的な戦略視点戦術視点をどう生かさんかみたいなこと、これは東洋人とするともっと
足元掘っていかなきゃいけない過去の英知だと思います。大概こっちヨーロッパから来るんです。ヨーロッパは秀吉が悪いって言うんじゃないですよ、悪いって言うんじゃないですけど、向こうからの訳本の中でもう原点はね、前回もこれも話重ねますけども、クラウセビッツだったりナポレオンだったり、いやいや俺らとほんの近くにもうとてつもない戦いの歴史を繰り返した漢民族がいるわけじゃないですか、ね、そこからどれほど日本の戦国時代が影響を受けてきて戦略戦術を練って、ね、そのプロセスを経てこの太平の世を迎えてきてるかっていうことを考えると、古典に帰る、ね、疑似戦争、スペースは疑似戦争で言うならば戦争の歴史に帰りませんか。ですからコーチとするならばもっと戦い論っていうことに詳しくなっていきませんか。もっと現場と言いましょうか、目の前のストレングスコンディショニングとかって言ってる前に、まあ、戦略論にはね歯が立たんのですよ、はっきり言って。これぐらいの見方欲しい。目の前のストレングスコンディショニングでは戦略論には語れないんですよ、旧来の兵法家ってみんなこっちの専門家なんですよ。体の鍛え方はねここに線が入っていくぐらい。今日も我々の YouTube ご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。